かね、需要皆さん見てますかね、この放送聞いてる人は。まあ見てると思うんだけど、さすがに、これをずっと聞いてる人は特にね。そうですね。うん、つまんなくてさ。つまんないというより、わかんないみたいなとこあるよね。なんかごちゃごちゃしてるよね。そう、だって、本編見ながら常に思ってるのがさ、うん、何あってもちょっと前に戻りゃいいじゃんっていうさ。で、今回スウォルツからパワー取り戻してたけどさ、すごい取り戻し方だったね。ねえ、うわーって言ってなんか手かざせば取れるんだね。ねえ、あんな雑な取り戻し方ないと思うよ。あんなことで、しかも取り戻すパワーある時点でもう相当強いと思うけどね。ああそうだよね、つくみはね、うん、でも失敗してたね。うん、いやでもあれもさ、あんなことしなくてもさ、うん、力取られる前に戻ってさ、まあね、自分に逃げといてって言えばいいんじゃないのって思うじゃん。ジオってそういう話だからね。ねえ、うん、で番組始まった当初ぐらいに君とかが言ってた、うん、タイムジャッカーとあのツクヨミゲイツーがやってることって実質違わないっていうのも後々言い出したね。最近あれなんだろうねって言ったら、終わる頃に言い出したね。終わる頃に言い出しちゃうからね。あれもうちょっとさ、話長場ぐらいでやるべきことなんじゃないの。ねえ、うん、やるのはまあいいんだけど、今さらまたゲイツとも思い出すしさ。そうなんだよね。来週には解決すると思うんだけど、なん超つまんねえと思って。話は割と戦闘はまあまあいいと思うけど、毎週揉めてるからね。話つまんねえ。なんだろうね、やっぱり響き編あたりがずっとつまんないな。ああストーリー的にはだってあれ投げたもん。最近アナザーライダーが出てきても元のライダーも出てくるなみたいな。あなんかじゃあ性質が変わったのかなって言ったのもうなかったことになってるもんね。まあもうそういうやつも出てこないし、そもそもなんで悪がいるのかわかんないし。だって日の絵字消えてんのに悪がいるわけでしょ。まあそれはあれなのかね、本編でも言ってるその別の時間軸がうんぬんみたいな。ああってことなんだろうね。それに繋がってるから。だからツクヨミゲージが来たことによってなんか相互大間違いにならないよルートに行ってるのが今の話だよ。なるルートは別に普通にずっとあるのかな。どうだろうね。でもなんかこう、アクア曰くゲイツツクヨミがいることこそが大間違いになるルート、戻れば戻るってことってことか。よくわかんないね。あの1月2月ぐらいはよくわかんないのも面白そうだったんだけど、今わかんないのちょっとやばい。もう終わるからね。早く終わんねえから。司もさ、うん、俺の存在そのものがディケルの力なんだけどなーって普通になんか力発揮してたけどさ、うん、あれも多分今後何も説明はないんだろう。ないよ、ああいうもんだと。ね、だってディケルって最初はずっとそういうもんだから。ね、ディケルのあの冬の映画のさ、オチもそういうやつだと、ディケルってそういうもんですけど、話ありませんけど。ね、つまんねえ1年だったな。まあ総合しちゃうとな。総合的には途中でもまあ4ヶ月ぐらい面白かったからまあいいけどね。あれか、今気づいたけどさ、うん、今日の映画でゼロワンも見れるのか。出るよゼロワン。ゼロワンね、あれ1年通して英語たくさん覚えると思う。ジャック・ザ・スカイ、そうジャック・ザ・ライダー、キすごい。だってさ、うん、今レンジマンが英語喋ったのはあ、いつものレンジマンだなって思うけどさ、君英語得意だし。そんな得意ではないと思うけど。ボブでさえさ、ジャンプトゥーザスカイ、ターンツーアライダーキック言えるようになってるからね。中1レベルの英語だと思うけど。これ？うん。そうなんだ。多分そうだと思うよ。なんか空に向かってジャンプするとライダーキックになりますみたいな。そんな感じのやつだよね。うん。ライダーキックのために宙に飛びますけどみたいな。そういうことだよね。そういうことだよね。これは他のライダーも多分だけど、こう、何々をすると何々に。ブルドーザーイズグーズ。ブルドーザーライダーパンチみたいな。そうそうそう。ブルドーザーは良いです。それはライダーパンチです。それはライダーパンチです。ゼロワン、まあ、デザインもシンプルめでかっこいいしな。ゼロワンさ、あの、ベルトがさ、うん、ヒューマギアをの力を制御できるベルトがもう新聞かなんかに書いてあるわけ。ほうほうほう。ということは主人公もロボじゃんっていうことで。そういうことか。うん、その辺もやっぱ話も期待できるよね。今僕ヒューマギアって言葉聞いて思い出したけどさ、うん、これあれなんだよね、なんか陰口みたいになってよくないんだけどさ、うん、
あれよ、本当にボアが勝手にそう思ったってだけだから。レオンチャンネルさんがさ、レオンチャンネルです。仮面ライダーに飽きてんじゃないかってこの間ちょっと思っちゃった時があってさ。もう見てないけど。もう見てないけどって言い方良くないけど。そうだね。いや、ボムあれでは別に毎回見てんじゃなくて、こう、たまーに気になる。たまーに気になったら見てる。そう、おもちゃがあったら見てるんだけど、うん、その、ゼロワンの情報が解禁されましたねっていう動画を、うん、まあやっぱ見たんだけど、うん、やたらさ、仮面ライダーじゃない話絡めがちだったんだよね。うん、その時何だったっけな、グリッドマンかな、違うな、うん。イエローハット。なんかね、なんか仮面ライダー全く関係ない別の作品の話をやけに出してたんだよね。まあ、仮面ライダーってさ、その何年も永遠にやってるからさ、飽きる時は来ると思うよ。ね。ボムもさ、そう思うとさ、多分今がレオンチャンネルさん、それなんじゃないかってちょっと思っちゃったんだよね、勝手に。もうだから4でウィザードあたり飽きてたもん、正直。君そうだったよね。超飽きてたね。あとドライブゴーストあたりもちょっと飽きてた。あれだって、ボムでさえゴーストあたり飽きてたからね。戦隊も特急から9レンジャーまで飽きてたよ。ボブあれだ、獣王の途中からキューレンジャー終わるまで飽きてたの。うん。あ、人間も飽きてた。獣王も飽きてるよ。ああ。だから飽きるのはしょうがないと思うんだけど、ただ YouTube のやってる人がそれ飽きると割と大変で、収益にも関わってくるから。ああ。うん。ただボブがなんでヒューマギアで思い出したかっていうとさ、うん。かのレオンチャンネルさんが、うん。ヒューマギアっていう単語もずっと記事中何個も出てくるのに、うん。ヒューマンギアって言い続けてたり、うん。あと仮面ライダー、滅びってどっかには振り仮名振ってあったであろうに、ああずっと仮面ライダー滅って言ってる。滅とも読めるが読めるからね。要はいつものレオンチャンネルさんもうさ、確認がもうしてない。そう、仮面ライダー好きすぎてもう確認に確認を重ねて、うん、みんなが知らないような情報を、あ、この人さすがここまでもうリサーチしてんだな、仕事でやってるだけあるなってなってたんだけど、うん、一時期はだってバンダイからおもちゃ提供してもらったもんね、そうテレビ君とかでさ。だ今最近でも提供あったはずだよ。うん、てか何がすごいかってさ、割と提供されがちなのに割とこうさ言うところは言う、まあそこがいいんだけどね、いいことだと思うよ。ゼロワンのね、その情報出ましたねの時だけやたら下調べがされてなかったっていうね、珍事件はあったね。うん、まあ、フィギュアレビューは、まあ、やっぱり動画で見るのあんまり興味ない。ああ、だってね、見たいとこまでなかなかどこってなるもんね。うん、そもそも動画で音声とか聞いちゃったらおしまいじゃない。ああ、まあそっか、うん、いらねえじゃん、それだったら。なるほどね、うん、ああ、そっか、それで消せちゃうんだ。買わなくていいじゃんね。だからあれあんまりさ、そのバンダイとかからすると実は良くない可能性もあるよ。ああ、そっか。まあどうか知んねえけど、うんうんうん、どうか知んねえけどって言わないと俺ちょっと揉める可能性もあるから、どうか知んないけど。確かに、でもね、ライダーのベルトブロングとかで紹介してるとそれはそれで、なんか音声わかんないから、ね、そう、動画で見た方が、文字でドキュンとか書かれてもって思っちゃうよ。そこなんだよね、うん。なら僕はフィギュアしか興味ない。確かにフィギュア音声興味ないんだ、あんまり。あー、うん、だって一回鳴らしたら聞いちゃう。あー、僕でも何回も聞いちゃうおもちゃとかあるけどね、うん、ライドウォッチはカイザと何があったかな、ジオーと何かもう一個ぐらいあったかな。なるほど。もう覚えてないもん、何があったか。で、僕もあれだな、押入れの中にあるよライドウォッチ。めっちゃ集めてたけどさ。集めてたね、相当集めてたね。最近ガチャポンやってないんだよな。売れば、いや今からジオネが見に行くのに売ればっていうのもなかなかね、あれは邪魔でしょ、うん、でもあれをたくさんある感じ僕はいいなと思ってるから、うん、部屋埋まるよ。まあね、あれだぞ、あれやばいね、そろそろ。この放送が配信されてる頃にはもう投稿されてるか分からんけど、モンスターアーツのキングギドラの記事、あるね、ボブエキスポで投稿するけど、超でかいよね。さ、マンダラ系で現物見たけど、あれは買えないなと思ったね。ボブさ、ま、置き場所は確保したけどさ、あれのレビュー記事、あれだからね、ボブの部屋めっちゃ映るけど、だろうね。確保した方がいい。だってあれさ、あれ逆に普通のさ、レベルで紹介できるスペース取れる人ってどのぐらいいんのかね。え、むしろさ、あれってさ、そうだよね。紙とか後ろにその用意するのも大変だと思う。え、どうやるんだろうね。で、ボブなんかは普段、照明とかも高ならいけない。そう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 。普段から撮影スペースっつってこう、あれでやってるから今回こう適当に部屋移してやったけどさ、うん、あれちゃんとしたレビューブログの人を背景困るよね。うん。買ってんだろ、そのために。ああ、すごいな。
だって撮影ブースは入んないもん、あれ絶対無理だね。僕が持ってる3000ぐらいのやつ入んないと思う。ボブもあのそうアマゾンとかのそういうぐらいのやつ持ってたけど、うん、あれに多分入んないよ。羽で飛び出ちゃうよ。余震が入ったとしてもさ、あれカメラ引いて撮ったら撮影ブースの撮影しちゃダメな場所映るからね、うん、意味ないから割と撮影しちゃダメな部分が両端にさ、そう2センチぐらいなんだよ。そう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 、うん、あれ埋められればいいのに。なんだろうね、布を分度器みたいな形にするしかないよね。うん、ダイソーとかでまあ布は売ってるからね。2枚ぐらい貼って、2枚ぐらいやってもでも重なる部分が変な感じになるからね。一枚の布でやんなきゃ撮影ブース意味なくなっちゃう。画材屋かなんかでやっぱり紙買ってくるしかないんじゃん。ああ。流走じゃ盛り上がってますけどね。なんか面白くなったね。流走じゃ面白いよ。この放送であんなに文句つけてたのに流走じゃ。で、ボブもさ、あのあれよ、ここ何週間かこうレンジマンがどん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 こうやっぱりこう流走じゃ面白いなーっていう。最近面白いな。実は言ってるさなかもボブ割とね、まあでもそこまでかなとは思ってはいたんだけど、うん、まあ、昨日だよね、今から言うと、うん、あれだ、サワさん出てくる回ね、うん、そのものだったね、髪型とかも含めてね、うん、サワさん出てくる回、明確に面白かったね。うん、流走ジャーのいい面が全部詰まってたと思う。そう、丁寧さとかあんなに雑だって言ってたのに丁寧さとか言ってるからね。どうしたんだろうね、丁寧だよね、流走ジャー急にさ。戦いでなんで勝ったかとかもすごい丁寧だよね。おお、これがこうしてから勝ちました。当初それがつまんなかったんだけど ね全部説明みたいな感じで、うん、メルとか全部説明すればいいみたいな。なんかうまいことハマったよね、うん、映画も期待してるよ、ね、あー、そっか。多分リュウソジアでも盛り上がりすぎて需要飽きるんじゃねえかという不安がちょっとある。ああるかもね。去年そうだったからね。あ、そっか、レバーパッド見た後に、うん、エグゼイドも正直ちょっとそうだった。あ、全体が毎年面白いからさ。仮面ライダーの映画失敗なのはさ、うん、変な CG 戦にならなきゃいいなって。ああ、去年最悪だったね。ぐるぐる回ってさ。そう。なんだかわかんねえやつ。あのね、CG 戦ってやっぱりこう、面白くないんだよな、うん、って金かかってんねえだけだから。ああ。だって仮面ライダーって CG が面白いわけじゃねえし。そこなんだよ。まあ平成はそうでもないかもしれないけど。なんかこう CG 戦が面白い。生身で戦うから面白いのだよ。そうなんだよ、ね。CG とかウルトラマンに任せた方がいい。だよ、そう。あのね、最初から光線とかやってるわけで。僕もハリウッド映画とかだったら CG バンバン入った戦闘シーン大好きなんだけど、うん、CG だなって思っちゃうもん。日本のやつだとまだこうちょっと CG メインでいける感じじゃないからね。正直まだあんまりガオレンジャーとかと変わんないと思うね、クオリティ的には。仮面ライダーはやっぱりこう生身でやってるのがかっこいいとこあるからね、うん、タイムマシンとかだって CG だなって思うもん。タイムマシンね、あんま出ないね最近。まあ、そうでもないから出るは出るな。アクアとか戻ってきたからね。ああ、アクアに全部説明させりゃいいと思ってるよね。ああ、そうだね、うん、アクアと時代ちょっと違うけどね。ああ、アクアがなんかもうレギュラー化してるのはちょっと面白いけどね。まあね、うん、多分来週あたり去る、うん、だろうけど。そろそろ去ると思うけどね。アクア全部説明してるからね、つくよみの謎とか。すごいよね、君はこういう人だっていうのは知ってるかなと。アクア最初からこりゃ良かった説まであるもんね。なんでアクアが知ってんのかも謎だよ。あ、そのレベルまで知ってるんだったら知り合いでもいい。知り合いじゃダメかね。つくよみは記憶喪失だ、ね、どこで知ったんだよその情報は。そうだよ ね、なんかすごい変な名前だったよね、つくよみの本名、うん、なんかピクルスみたいな。ね、グランドジオも活躍しますけど。グランドジオね、うん、今週活躍してたね。ああ、マジだか。ドライブを召喚して。今週も倉庫さ、うん、やけに怒鳴ってなかった。怒鳴ってたね。ね、ウールが死んで。あとさ、ウール死んだね、いいとこなく。その前もさ、うん、普段だったらさ、ゲイツ、うん、ちょっといつもより綺麗ってなっちゃう、言い過ぎなんじゃないのぐらいでありそうなところをさ、うるせえみたいな。なんかこう君が、なんだろうみたいな、急にあれみたいな、なんでこんな怒ってんだろう。友達にもそんなんねえだろうみたいな。そうだったね、大和田なんか興味ないしみたいな、気分じゃないから。あのさ、ボブさ、あれなんだよな、すごい前から気になっててさ、時はそこって何の仕事してるんだろう。ああ、まあそれもそうでさ、うん、平成ジェネレーションズフォーエバーの時もさ、倉庫の友達2人ぐらい出てきて、うん、それが大和田と
友達 A だったんで、うん、オアだったの今週のゲームの人、うん、オアだよくいる印象あるよな、ね、名前聞くそこまで行くなら友達 A にも名前ついてあげてよかったのにって思う時あるけどさ、うん、なんでオアだだけ名前あるんだろうね、うん、ずっと、うん、そう何やってんだろうね、うろうろしてんだろうね、ね、大学じゃねえや、高校卒業してうろうろしてるからね、あいつ。そう、なかなかだよね、え、王様になるけどっつって、うん、あれ おじさんもっと怒った方がいいと思うよ。ああ、でおじさんの身になるとちょっとね、うん、預かってる子がこんなことにみたいな。いや、そうはまあいいんだけど、タイムジャッカーって結局謎のまま終わるね、これね、もう終わりでしょ、これ一人死んだもんだって、ウール死んだし決意出ちゃったからね、何も分かんない今は。ああ、もう何も分かんないっていうかないもんね、だって一応事実上説明終わったよね、もう。そう、あいつが連れてきました、いろんな時代から。そう、いろんな時代から連れてきて、うん、で、目的はまあ本当はあいつが王になることでした、終わりね、本当はって言うけど、そもそもの目的なんだと思ってたのかっていうの分かんないもんね。その元々のその自分たちの好きな王を立てて何にするとかが何もないっていう、ねえ、いやダメだね、ちょっと残念だったよ、やっぱり。なんだろうね、あのやっぱり響き編あたりからの8話ぐらいなければもうちょっと多分テンション上がってたと思うんだけど、 あの8話ぐらいで盛り下がったんだよね、僕の中で。なるほど、うん、それでなんか今までは割とスルーできてた細かい部分がもう見過ごせなくなっちゃったね、ここアナザージオ2あたりから。なるほどね、うん、あの辺からもう荒探ししかしなくなってる。あれだよな、加古川響さ、うん、あの前は彼が王になった世界のあの格好あったけどさ、うん、痛いらしいやつね、あれもうちょっとなんとかできなかったからね、なんか貧相って、そう、面白い感じになっちゃってたからね、うんうん、本当になんか持ち上げられてる人みたいな感じだ、ね、そう、あ、でもそれか、待って出たのか、狙ってたんじゃない、うん、あ、そういうことか、うん、なんかこうもっと迫力があってもいいのにって思っちゃったけどね、お飾り感がすごい。でも言われてみたら、そうか、お飾り感出したのか、出してるんだ、どうよ、さすがに。そういうことか、うん、カバーヒリもう出ないわ、もう出なかったりしてね、出しようないもん、まあ、冬映画かな、最終回とかで、うん、なんかなるとか、あのあと改心してとか、なんかせめてないとさ、ちょっと哀れすぎないやつね、ちょっとこう最終回のエンドロール中に一瞬彼に出会うシーンあるとかぐらいでもさ、加古川飛竜も改心して真面目になんか医者かなんかしますよみたいな、ね、うん、加古川飛竜は話長く使う割にさ、なんか微妙だったね。そうなんだよね、ずっと逆恨みしてるだけだから。まさかさ、一回あのすごいいいシーンだと思わせてあれ火に油注いでると思うんだろう、うん、そこ意外だった。なんか過去にとらわれるなみたいな、うん、お前が言うなってめっちゃ切れてたもんね、うん、そういう意外さだけを重視した番組だったね、一応。そうだね、うん、意外さだけで言えば、まあ前半から後半までいっぱい意外なとこあって、昨日も意外だったもんね、うん、意外だったよ、あ、オーラマジだったんだろう、エタナル出るんだね、エタナル割とちゃんと戦ってるじゃん。そうなんだよね、来週まで出ると思わなかったよ。ああ。メインゲストだったね。あれね、僕はあのアナザーディケードが召喚した最初のあの4体の共通点全く分かんなかったけどさ、うん、適当な適当な劇場ライダーってことだよね、うん、映画の悪のライダー。アナザーディケードってさ、うん、能力使ってるのは全部ディエンドの能力だよね。そうだね、ディケード要素ないよね。ね、自分が変身しなきゃいけないよね。召喚するのもディエンドだし、うん、劇場版っていうのもディエンドだから、ディエンドのコンプリートフォームね、うん、あれ一回カイトーと絡んだから、なんかそんなことになってる。あああれかな、カイトー自体がアナザーディケードだし、司の罠、司とカイトーグル説ないかな。あ、実はそうで、ディケードの力を奪ったように見せかけて僕の力を司に預けとくから、これ盗ませといてみたいな。いや、スウォルツはディケードの力を奪ったつもりだけど、実はあれ青くなるんだとか。そう、あれディ…メッキが剥がれて、あれ、司になんかディエンドの力最初からこう渡しといて、うん、ディケードの力温存させるためにディエンドの力盗ませた説みたいな、うん、それあったら面白いけどね。なんか、ジオちょっとやりそうだよね。
実は組んでいたんだっていうのは平成ライダーの映画でよくあるよね。よくあるからね。散々やってるからね。ああ。実はお前たちを騙すふりをしていたんだ。ああ、あるかもしれんね。ゾンジス。ゾンジスと、バルクス。バルクスと、名前忘れるやつだよ。ザモナスだ。ザモナス。ザナモスだ。アマゾンズのやつ。ザモナスか。じゃあ、なんか、あれだよね。そう、アマゾンズのやつがいるんだったらさ、うん。なんか、ファーストネクスト、ファネックスみたいなやついてもいいよね。そうだね。あれもやっぱり映画だから出しづらいのね。あー。別のものなんじゃないか。なるほどね。うん。いやー、日田さんもね、いろいろやってますけど、ついにドラえもんとしんちゃんも土曜に行くらしいね。なるほど。うん。まあ、朝かはしんないけど、あー。夕方とか。別にそんな普段見てるわけじゃないけど、まあね、あの時間にやってるのがドラえもんとしんちゃんみたいなとこあるから。そうだよね。あれ消えるとちょっとショックだけど、子供たちのテンション上げる。これから休みに当たってまずドラえもんだよみたいなとこあるから。 それがなくなるのか。ついになくなっちゃうよ。平日にアニメ見れないよ。なるほどね。まあテレ東なら見れるかもしれないけど。あ、でもそのアニメといえばゾイロもさ、テレ東だね。面白くなりそうだと思ったらテレ東なんだもんな。ね、もう見れない。まあネットで見れるけど、配信あるから。なんかあれなんだよね、今日は配信だと絶対飽きて見なくなる。そこそこそこ面白くても飽きるんだよ配信。そう、あれだな、僕プリキュアも見なくなりっぱなしだしな、うん、今年こそはっつって見始めたのよ。もう見てないよね。正直録画消すか迷ってるよ、どうせ見ねえもん。あれね、なんかこうちょっとこうやっぱりなん1年ものだからさ、週にその何本もアニメ見るのって結構疲れるからさ。そうなんだよね。本数増えると無理なの。あー、今期もだから日朝以外で見てるやつないもんね。もうないもんな。うん、なんだっけ、全体攻撃が2回攻撃のなんだろうみたいなやつ、1話だけ見たね。何それ。なんかナロー系のやつ。ナローが死んだけど。ほー、うん、それ1話見ちゃったけど。なるほどね。なんだろう、見てないから何ともあれだけど、うん、今期ちょっと流行ってるのはダンベル何キロモテる的な、 あれっぽい気がするなと思ったけど、1話の冒頭10秒ぐらい見たよ。なるほど。プーンっつって、まあ、止まってるんだ。ああ、なるほどね。うん、まあ、一番最近でかかったの僕ガルパン、ね、全部見たことない。7年前のアニメですけどね。ね、もう見ましたからね、前回の放送から今回まで。ああ、残りね、全部あれだもんね。だからあの我々の間で共通で流行ってる、今流行ってるのガルパンだからね。そう、系が超流行ってるよ今。ゲームも買ってやってるし。あとあれか、流行ってるね。このスマの2期見てないんだよな。もう2期見てないよ、まあ、1期も8話ぐらいから見てないけど。あ、そうなんだ、うん、まあ8月中に全部見て映画に臨もうと思ってるけど。そうだね。ガールズ&パンツァーもやるからね、映画。あの、僕、そう、第2話を青森で来て。劇場版1話までしか見てないんだよね。うん、劇場版2話まだ青森でやってないから。やってないって言うけどさ。やってますけどね。下田でね。八戸でもやってる。あ、なるほど、ね。八戸でも今日やってるけども、ただ、あの、授業内が終わってから行くとギリギリ間に合うか間に合わないかレベルの時間だったね。なるほどね。多分間に合わねえぐらいの時間だった。あー、まあ、2時45分ぐらいだった。言われてみたらあれなんで、ボブさ、うん、8月多分会えないんだよな。なるほど。8月中全部週休1日なんだよね。ああ、で、かつだいぶ忙しいんだよね。なるほど。青森の8月っていうとさ、うん、接客業はそのねぶた関連でね、ああすごいことになるから。なるほど。まあ、なので行くとしたら、まあガルパン映画9月かってなっちゃうけど。ああ、9月頭もやってるだろうね。9月の1週目2週目ぐらいはやってんじゃん。多分やってるね。1週目はやってんじゃない、さすがに。そこを狙っていくしかないな。うん、9月の1週目はちょうど9月2日が月曜とかだから多分やってるでしょ。30日公開だったもんね。あ、そっか、うん、じゃあ9月の頭だな。なるほどね。うん、パンツァー4ですけど。パンツァー4、僕もブルーレイ全部買ってるから。すごいよね。最終章以外ね。
ボブもさ、車で見る用の DVD としてさ、キャボで2000何百円ぐらいだったけど、あー僕の家の近所のゲロ。ボブね、抑えるとしたら何がいいかなと思って、劇場版、うん、あの DVD 一巻を抑えても正直まあそんな、そう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 、そんななんで OVP か劇場版かなって思ってる。あれをこうさ流しながら走ってちょっと暗い気持ちになる可能性が高い。1話、うん、まあね、うん、このままじゃ学校いられなくなるよ、学校いられなくなるよって本当にいられなくなるんだもんね、うん、なかなかだよ、学校なくなる、なかなかだよね。で僕1話の頃本当に生徒会期待だったもん、うん、全員性格悪いって思ってたもん。その後も正直そんなに持ち直してないから。ああ確かにね、劇場版でまあギリギリかなぐらいで、ああ、うん、最終章でまたちょっと下がってるぐらいなんだな。そうだっけか、ああまあそっか、導入がももちゃんが斬新な導入だったよね。今まであんなさ、すごいハードな戦いがあってさ、そう最終章じゃどうなるんだよ、なんか入試でね通るにあたってあいつを隊長にしときゃいいんじゃねえよ、入学できんっつって、まあ優しさも、僕だってあれだからね、僕最終章見る前に要はその新聞記事になってるシーンあるじゃん、うん、校内新聞みたいな、うん、ももちゃん留年みたいな、うん、あれを実は最終章を見る前にネットで画像をちらっと見てて、うん、コラ画像だと思ってたよね。なるほど、どっかの誰かが作った、うん、でガルパンのキャラクター名意外と覚えてないんだよな、ちゃんと。あゆみとか、でもあゆみって誰ってなるんだよ。あゆみ、あずさいた、ボブだってあれだぞ、隊長とか主人公関連以外でちゃんと名前言えるのは、キャラ多すぎるよね。エルビンとか、うん、カエサル、カエサルとかその辺しかいないからね。オリョウとか、オリョウはあれか、あのゼオの人か。そう、あとあれだもんね、別の学校の人は名前簡単だからあれだけど、うん、大笑い難しいよね。人数だって20人ぐらいでしょ。ねえ、モモがいるあ、モモがいる、モモがと猫にゃ、そう、ピコ、ピヨちゃん、ピヨタン、ピヨタン、カリナいる。どれカリナって、あのウサギさんチームの運転してるやつ。運転してるのどういう人だったかわかんないもんな、もう。ウサギさんチーム2人ぐらい見た目は浮かんでくるんだけど。メガネのやつ浮かんでしょ。あ、いや、あ、メガネ浮かんでなかったよ。あ、そう。ボムさんなんだ、あのいつも真ん中に座ってること、うん、あの要はなんだろう、見た目の特徴を言えって言ったらあんまりないこと。うん、あともう一人さ、黒い髪のさ、ああちょっとでかいやつ、どうやったらなんか小柄だった、でかいやつじゃない、あれだ、あの声がなんかちょっと特徴的なやつ、あれ声特徴的だったっけ、うん、なんかさ、大笑いのサキュバスってあだ名つけられてるさ、ああ人がいるんだよね、ファンのやつ、あーどうだったかな、そんな感じの名前だったさ、ああ名字知らないよ、さすがに名字覚えてない、難しいよね、竹部殿ぐらいしか覚えてない。ああ、名字って主要キャラ、まあ、主要キャラも含めて、あ、僕ね、主要キャラだけは言えるよ、五十鈴花です、そう、五十鈴花と竹部沙織さん、そうそうそう、真子と秋山ゆかりと、そしてこの辺は分かる、そうだよね、うん、あ、なんだろう、アンチョビの本名が安西千代美っていうのを最近知ったんだけど、うん、あれだな、僕意外と体調でもないし大笑いでもないしっていう、うん、本当にこう脇のキャラとかで割と好きなキャラ多いよね。ああ、審判とか。審判のあのお姉さんみたいな人か。審判3人ぐらい。あ、いるっけ。ああ全然わかんないな。あのその辺の脇のやつ全部さ、あの漫画に出てくるんだよね。コミカライズのなんかちょっとギャグ寄りのやつとか。そういうことか。そういうのに全部出てくるから、そういうの読んでるとさすがに覚えてくる。なるほどね。僕割とあのね、サンダースのアリサ、うん、あの棒術使って怒られてた人、うん、ああいうキャラが結構ねいてほしいんだよね、うん、何見るときも孤独なこと使ってくるやつ、そう、ああいう人がいないとさ、みんななんかこう崇高な人たちでこう、うん、そうだね、自分って何なんだろうなってなるから、うん、だってガールズ&パンツはそもそも主人公チームが割とさ孤独な手使ってくる、そうだよね、うん、潜入するもんね、うん、どんどん高速な手段使うもん、ね、勝てるならば、
そこ斬新ねえんだよ、これ。劇場版ではパネルも使ったしね。あれ、アンツ用っちゃアンツ用だけど。仲悪いところを突こうとかやるしさ、普通。ああ、そうだよね。ま、でもそれは、なかなかだよね、まんまと逆手に取られ、そこもうまいよね。なんかこうさ、一回戦からこんなこう、仲悪いっていう決定的な弱点あって、突きやすいのと当たるとはって思ってたら、それ敵の作戦だったみたいなやつ。そこからどうするのかっていうのが、2話ね。むしろだから見てる人も、うん、作中のキャラクターたちと一緒に騙されたっちゃ、騙された。そうだね。うん。いやー、なかなか面白いアニメですよ、あれ。そうだよね。ね、僕あれを7年ぐらいかけて全話見てるからね。そうよね。あ、2年に1回ぐらい1、2話見るぐらいのペースで2012年からずっとやってきて、ああ、今年全部見たみたいな。そう、よく今年一気に見たよね。ね、何があったかあれだけど、いい加減見るかと。なるほどね。うん、見た目、ブルーレイも全部買いましたし。すごいよね、ブルーレイの特典も見たよ。特典面白いよ、ブルーレイの。ブルーレイの特典っていうのが、あの、秋山殿の戦車。あ、戦車講座もあるし、普通に10分ぐらいの新作もある。あ、そうなんだ。全巻に入ってる。うわ、それもじゃあ借りるなりして見ないとダメだね。借りても入ってないんじゃない。あ、そうなんだ。うん。買わないと多分入ってないと思う。あー、すごいね。多分そうだと思うよ。そうか。うん。だからこそブルーレイ買ってくださいね。まあ、DVD にも入ってたと思うけど。そこで、ボブさ、別にあの、ブルーレイ買った方が絶対いいんだけどさ。うん。ただ、車で見れないんだよな、DVD じゃないと。うん、DVD なぁ、それでもいいような気がしてきたな。まあ、売ってんじゃない、今日いくらでも。それがね、うん、ブルーレイ車売ってない。ああ。なるほど。じゃあ、仙台であんな DVD 売ってるの謎だよ。あ、仙台むしろ売ってるんだ。うん。DVD いっぱい売ってたよ。青森。4巻ぐらいまで売ってた。青森のアニメコーナーすごいよ、中古店に。うん。ブルーレイしかないよ。うん。普通ブルーレイだと思うよ。ね、画質いいし。そこなんだよね。画質いいけど、なんかブルーレイってさ、見るプレイヤーを買ったりしなきゃいけないからさ、面倒くさいんじゃない。パソコンで再生できないし。そうなるよね。うん。なんだっけ、なんかサウンドドラマみたいなの入ってんだけどさ、なんか明らかに本編撮る前に作ったっぽいやつでさ、キャラの声が全員違うんだよ。ああ、すごいね、それ。謎の人がいっぱい喋ってるんだよね。はあ。秋山とか全く違うよ、あれ。誰だか分かんねえやつが喋ってる。確かに秋山とのさ、喋り方違うと全然声違うよね。誰だか分かんねえ人。はあ。武部殿とかもなんか、ちょっと違うんだよ。はあ。なんかギャルっぽいやつになってる。ああ、なるほど。声は全く同じやん。伊豆鈴とかも、なんかセリフ違うんだよ。なるほど。なんとかですばーをずっと言ってる。あー、違うね。本編ではほぼ言わないと思う。そうだね。それを連呼してた。どういう人かは決まってるけど、うん、本編やり続けた後ほどキャラ定まってないみたいな感じだ。定まってない。しかも内容もさ、なんかどうでもいいんだよね。美穂殿コンビニ行くでございますから。なるほどね。コンビニでどういう風に楽しむんですか。すごいどうでもいいことをね、2、3分やってるやつが。あー、それ聞いた方がいいと思います。本当に女子高生の会話聞いてるだけみたいなやつ。あれ面白い、ね、なるほどね。誰だか分かんないの込みで面白い、ね、あー、誰この人たち分かんなくなりそうだね。ね、そんなこんなでね、もう26分ぐらい。すごいよね。これ今からあっちに向かえばちょうどいいんだよ。50分開始ってことは40分入場開始だから、うん、今ちょうど行って本当に券買えばちょうどいい。そうかもしれんね。そうだね、とりあえず見なかったけど、うん、後で見りゃいいからね。だってどうせこの後こっちまた来るんでしょ。来るね、夜とか。そう、うん、8時ぐらいまでどうせ暇だから。いやー、今日もだから今日ガールズ&パンツァーグッズ買いに行くからね、我々。そうだね。見かけ次第買うと思うよ、よほど高くなければ。あのアメリカンパラダイスでさ、まあ今あの高くなければって話したのに高いものの話するけどさ、うん、アンチョビのスケールフィギュアが1万2000円ぐらいで、めっちゃ出来いいのがあってさ、ああ、って思って次行ったら1万円に値下げされてたの。ああ、常にペパロニあって。ああ、同じやつだと思う。ペパロニって黒い方だっけか。ああ、金髪の方はだって。金髪は、カルパッチョで。ああ、そうだ。そう。すごいね。あれ全員多分本名じゃないんだもんね。ああ、だって、出てくるもんね、ホームページに。ねえ。ひなちゃん来た。
あれ何だったっけな。なのに本名分かってないままのキャラも割と多いらしいもんね。うん、ダージリンとかもあの不明だもんそれ。ファンとかはタジリさんとかって呼ぶらしいけど、うん、タジリは本名ではないっていうことだもんね。まあ謎だからね、うん、全然違う斎藤とかかもしれない。いやでも本当そういうことなんだよね、うん、可能性としてはあり斎藤かもしれないね。斎藤博之かもしれない。ひろゆき、ひろゆきがさせ、うん、でもあれだよね、アンチョビが安西千代美だったのはさ、うん、読みようによっちゃアンチョビだもんね。そういう感じだったら本当に田尻ってあり得ると思うけどね、うん、田尻銀とかね、田島理沙とか、そう田島銀かな、あるなら、うん、名前は銀の方がダージリになりやすいもん、うん、あいつは全員日本人だからね。ね、全員海外の話すごいする割に日本人だからね。そう、うん、だって本編見てる最中は気づかなかったからね。あの後からになっていろいろ調べてたら、ああこれプラウダ高校青森の高校じゃんとかってなって、あ全員日本人かいってなったからね、うん、斬新なアニメね。ね、部活じゃないしだよ。部活じゃない、うん、あのアニメのさ、その内容だけ聞くと部活の話だと思うじゃん。おう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 、学校の普通の教科の話だよ。あそっか、あれはかんで部活、待って、なんかすごいさ、前から来るけどさ。向き間違えてみて。いや、違うな。これ、ボブが合ってるはずだぞ。横通ってねってことか。うん。あそこから入って直進せず左に曲がってくる車めっちゃ多いのすごい気になるけど。うん。実はそっちがやってるかもしれない。いや、でも、ボブこれ間違ってないと思うんだけどな。その辺の標識を見れば書いてないね。ね、何も書いてない。それじゃ分かんないよ。自由だよってことか。うん。チャイルドプレイもまあ見たいんだけどね。あー、ボムさ、チャイルドプレイ新作のさ、うん、映像なんかちょっとだけ YouTube で見なさってさ、うん、公開されてるやつ。うん。いつものと違うね。うん、だって悪霊っていうかその魔術で犯罪者乗り移った話じゃないでしょ。らしいよ。だって AI の暴走の話でしょ。ボブ逆に怖って思ったんだけどさ、うん、いつもはさ犯罪者の亡霊乗り移ってえーってやつじゃん、うん、今回さ子供とめっちゃ仲良くしてんの、うん、テーブルに向かい合って座って子供が怪我して血流したの何それみたいに見てんだよ、うん、多分あれでこう血っていうものにハマっちゃうんじゃん。斬新なとこ来た。斬新でもないけどね、別にスモールソルジャーズとかあるから。まあね、うん、変えてきたよ。まさかああいうパターンでチャッキー出してくると思うんだったね。まあ、もう今までのシリーズも散々やってたから、そろそろまあ一旦変えたやつやってもいい頃だし ね。ジェイソン、うん、この前ワン見てたよ、チャイルドプレイの。あーなんかネットカフェで暇だったから。なるほどね、うん、なかなか面白かったよね。なんだろう、でもホラー映画でさ、うん、この映画はこういうものっていうのが確定された頃に、うん、趣向を変えたのやってくるとネタみたいになる時あるけど。13日の金曜日、そうジェイソン X 知ってる？あれでしょ、あの未来のやつ。この宇宙でジェイソンと戦うやつさ、うん、僕あれなぜか見たんだけどさ、何ってなったからね。ジェイソンが悪霊見れないっていろんなやつに取り付いていくやつもある。へえ。まあそんな感じでね、じゃあジオを見てきますよ。よし、ジオソジアとジオ、さよなら。